アイテム番号 SCP-581JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-581JP はサイト8122の提供井戸物品収容ロッカー内に保管されます。SCP-581JP の表面を1分以上連続して視認しないようにしてください。実験を行いたい場合、セキュリティクリアランス3以上の職員に許可を取ってください。説明 SCP-581JP は学生服を着た18歳前後と飽きられる男性が複数人写っているポラロイド写真です。通常の経年劣化による汚れ以外に、整列した被写体全員の顔に当たる部分が欠落していることが確認できます。欠落部分には紙巻きタバコによると思われる焼け跡が残されています。現在の技術では欠落部分の復元は不可能です。この欠落のため、SCP-581JP から被写体個人を特定することはできませんでしたが、神奈川県市にある高校の1900年度の卒業生であると推測されています。しかし、いずれの該当者も SCP-581JP を撮影した覚えはないと証言しました。SCP-581JP をカメラ目を持つ脊椎動物が連続して1分以上視認したとき、対象は脊椎動物の顔に当たる部分に穴が開いていると認識するようになります。同時に、対象は全ての脊椎動物を顔により区別する能力を失います。対象は最初、他実体の顔に穴が開いていることへの恐怖感を表し、他実体が生存し続けていることについてひどく混乱した様子を見せます。一定時間の後、対象は徐々に落ち着きを取り戻します。冷静になった対象は、以降穴に対する深い興味を示すようになります。SCP-581JP 暴露者の証言より、穴は実体の額から顎にかけての範囲に、本来あるべき部位が消失する形で存在しているように見えることがわかっています。大きさや形は実体によって異なりますが、穴の円は3度熱傷を負っているように見え、骨や肉が部分的にしているようです。また穴は後頭部側へ貫通していないのにもかかわらず、明らかに頭部の幅よりも深い、と暴露者は主張します。穴は SCP-581JP 暴露者のみが観測できるものであるため、これによる不都合は生じません。穴への興味を抱く理由として、暴露者は一様に、穴の中に存在する何かを見るためだ、と答えますが、同時に光を当てる、拡張する、埋める等の方法で他実体の穴を、台無し、にすることへの強い欲求も口にします。実際には他実体の顔面に接触するのみで、彼らの穴を、台無し、にする試みは無意に終わります。この認識異常を回復する手段は現在までに発見のままです。回収記録 581JP 1990年月21日私立中学の教師である斉藤氏が自身の顔に正面から手を突き入れて死亡するという変死を遂げたことが財団の目に留まり、その後市の事務机から SCP-581JP が回収されました。死因は本人の手による脳の重度の損壊でしたが、死の顔に表面上の傷はなく、彼の手は最初からそこにあったかのように頭部に存在していることが確認できました。死は生前、生徒の顔の区別がつかないという点で学校から注意を受けていましたが、一般的な変わった人間として認識されていたため、今まで異常が表面化しなかったのではないかと推測されます。死は SCP-581JP 被写体である、高校の卒業生であることが判明しています。以下は SCP-581JP と共に回収された文書です。文書はメモ用紙に手書きで書き殴ってあり、死の事務机の上に置いてありました。個人とは顔のことではない。顔は個性ではない。ならば個性とは個人とは私とは何だ?答えは穴の中にある